不規則衛星とは、天文学において、離心率が大きく傾いた、巡航軌道や逆行軌道を持っているような衛星のことを表す。それらは、規則衛星とは異なり、当該惑星近傍とは異なる場所で形成された、ものが現在の軌道に捉えられたのだと推測されている。1997年以前はほぼす、ヒマリア等の10個ほどしか、不規則衛星が知られていなかったが、 1997年以降、木星型惑星において次々発見された。これらの衛星は惑星の近くの軌道から巨大惑星の重力圏に入った際、現在の位置に捉えられたと考えられている。また、これらの星の起源をカイパーベルト天体に求める研究者もいる。木星型惑星の不規則衛星の探査機による近接撮影は、 地表の詳細が十分に判別できる画像としては、土星のフェーベと海洋星のトリトンを除いて前例がない。このほか木星のヒマリアや海洋星のネレードが探査機によって撮影された例はあるが、これらは距離が離れていたため詳細な画像は得られなかった。不規則衛星にはきちんと決められた定義があるわけではなく、一般的に主惑星からの距離が大きく。 軌道平面の再差運動が主に対応に制御されるようなものを言う。実際は衛星の長半径を惑星のヒル球の距離 RH と比較することによって考えられることが多く、おおむね軌道長半径が0.05、RH よりも大きく円点が0.65、RH よりも遠くに達するものを不規則衛星と言う。部標は、各々の惑星のヒル球が一となる距離を表している。 木星、土星、天皇星、海王星の不規則衛星。水平軸は昼休の半径、惑星からの距離を示している。縦軸は軌道傾斜率を表し、円や点は相対的な大きさを表す。知られている不規則衛星の軌道は多種多様であるが規則性もある。逆光の不規則衛星は巡航のものよりもさらに規則性がある。 軌道傾斜角が55度よりも大きい衛星はほとんど発見されていない。また、巡航衛星の場合、その角度は130度より小さい。さらに、大きな衛星がいくつかの小さな衛星と軌道を共有するグループもいくつかある。惑星から遠く、外側に軌道を持つ衛星は短い期間で、軌道要因が太陽の重力や事故の軌道の影響によって、 大きくかき混ぜられている。例えばパシファエの長半径は、パシファエの軌道一周で 1.5GM も変化し、軌道傾斜角にして10度、離心率は、木星時間の2年で0.4の変化があった。よって、平均の軌道要素は、軌道と日付から位置を割り出すより、むしろ小惑星の属を決めるのに使われるように、個別化とグループ分けに使われる。ありがとうございます。